ドイツ封鎖、またはヨーロッパ封鎖とは、第一次世界大戦及び戦後にかけての1914年から1919 19年の間、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、トルコなどの中央同盟国への原材料や食料品の海上輸送を封鎖するため、連合国によって行われた海上封鎖作戦を指す言葉である。1918年12月、ドイツの公衆衛生当局は、 この封鎖を原因とする飢餓と疾病によって、同年12月までに76万3000人のドイツ市民が死亡したと主張しており、1928年に行われたある学術調査では、封鎖による全体の死亡者は42万4000名という見積もりを出している。ドイツ帝国とイギリス帝国の2つの帝国は国内に抱える人口を養い、 軍需産業に供給するための原材料や食料品を輸入に強く依存していた。ヨーロッパにおける全ての高専国の食料品や軍需物資の輸入品は主にアメリカ州から輸入されており、大西洋を横断する船舶による輸送に制約されていた。このことから戦争において両国はお互いに対する封鎖を施行していた。イギリスには数において勝り、 イギリス帝国の全領域で作戦行動できるイギリス海軍があった。一方のドイツ帝国海軍の水上艦艇の多くはドイツ湾にその行動範囲が制約されており、ドイツは他の海域で封鎖を実行するため通商破壊や無制限潜水艦作戦を利用した。第一次世界大戦に先立ち、イギリスはフランスとの軍事協力関係にあったため、 ドイツと海戦した場合に備え、1905年から1906年にかけて一連の会議が開催された。海軍情報部部長のチャールズ・オートリーは、ドイツとの戦争におけるイギリス海軍の機能は、商船輸送の補足と港湾の封鎖の二つにあると主張した。封鎖は次の二つの理由から有益であると考えられた。すなわち、封鎖によって、 敵国の艦艇に戦闘を強いることが可能となり、ドイツの商業を破壊させるための経済的武器としても振る舞うことができるためである。しかしながら、1908年に至るまでの間、ドイツ封鎖はイギリス海軍の戦争計画に正式に表出することはなく、また、それ以後も一部の海軍当局者は、封鎖案が実行可能かについて意見が分かれている状況であった。 イギリス海軍は封鎖に関する最適な実行計画については未決定であったものの、ドイツ封鎖計画は1914年まで幾度にもわたる改定を繰り返しながらも残った。圧倒的な海軍力を有するイギリスは1914年8月の第一次世界大戦の勃発に際し、アメリカ合衆国の対中央同盟国防疫を大部分において禁止する。 包括的な金製品リストを作成し、すぐさまドイツに対する会場封鎖を確立させた。そして、1914年11月初頭には北海を高専地帯として設定し、東海域に侵入するいかなる感染も危害が及ぶ可能性が生じた。封鎖の内容は極めて制約が多いもので、食料品すら戦時金製品として扱われていた。 封鎖を国際法違反であると非難する人々がいたが、多くの中立国商船は、査察を受けて、イギリスの港湾に停泊することに同意していた。そして、護衛されていないドイツ行きの違法貨物船は、イギリスのキライハラを通過して、目的地に向かった。イギリス海軍が行った、ノーザンパトロールや、ドーバーパトロールによって、北海及び、 イギリス海峡における交通が遮断された。ドイツはこの行為をドイツ人民を飢餓の苦しみによって服従させるというあからさまな試みであると見通しており、同じ方法でイギリスに報復することを望んだ。封鎖はまたアメリカ経済に深刻な影響を与えた。特に両戦争当事国との戦時貿易から利益を獲得するという商業的利益による圧力の下。 アメリカ合衆国政府は、勢力的な反対活動を行った。イギリスは、アメリカと敵対する意思はなかったが、敵対国との貿易を中断することはより喫緊の目標であると思われていた。最終的には、ドイツの潜水艦作戦や、それに続く、アメリカ人が乗船していたルシタニア号や、民間船舶の沈没は、封鎖によるそれよりも、 はるかに強くアメリカ世論の反感を買った。1917年1月1日付のイギリス戦、次内閣宛ての覚書では、北海、またはオーストリア領内のアドリア海の港湾などの他の地域を経由してドイツ、またはその同盟国に到着した物資はほとんどないと述べられている。封鎖に関して最初に出された公式発表は AC ベル博士と ジェームズ・エドワード・エドモンド准将によって作成された。それらの報告書は、ドイツの食料供給に及ぼした、封鎖の影響に関する彼らの主張において、違いが生じている。ドイツ国内の資料を利用したベルは、封鎖によって、ドイツ国内における革命的な暴動が招かれ、カイザーの政権の崩壊を引き起こしたと主張した。これに対しエドモンドは、 ラインラントのアメリカ軍占領地帯における民事部を担当するアーウィン・エルハント大佐の協力によりドイツにおける食糧不足は単にドイツ革命の混乱によって引き起こされた休戦後の現象であると考えた。最近の多くの研究でもドイツ革命と休戦期において人口に与えた封鎖の影響が深刻であるとの見方には否定的である。ある研究者は 封鎖によってドイツ及び中央同盟国を植えさせて1918年の敗北に取らせたと考えているが、その他の研究者は、ドイツ人口は封鎖の結果、確かに飢餓に苦しみはしたものの、ドイツの配給制度によって一部を除いて、餓死を防いでいたと主張している。東部戦線における敵対国のロシアに対するドイツの勝利、そして最終的には、 ブレストリトフスク条約の締結へ至ったことは、封鎖の影響に対して、強力な対抗となるポーランド及びその他の東部、占領地帯の資源をドイツが得られることになった。11月11日の休戦は、一般市民のいかなる行動によるものとしてよりも、西部戦線における事態の推移によってやむを得ず、なされたものであった。ドイツの最大の同盟国であった、 オーストリア・ハンガリーは1918年11月3日にすでに休戦条約に署名しており、ドイツ南部からの侵攻という事態が顕在化していた。以上のような見解があるものの、ドイツ封鎖が戦争の終結に多大な貢献をなしたという点は今も受け入れられている。その実、1915年までドイツの輸入は戦前の水準と比較して、 すでに55%も減少しており、輸出は1914年の53%であった。石炭や非鉄金属などの必要不可欠な工業原材料の不足に至らしめたことを別として、封鎖によって農業において必要不可欠な肥料という必需品をドイツから失わせることになった。そして校舎によって穀物、じゃがいも、畜肉、 落農品などの食料が1916年の終わりまで欠乏したために多くの人民が煎じパンや粉乳などの代用食品を消費せざるを得なくなった。食料不足を原因とする略奪や暴動はドイツに止まらずウィーンやブダペストでも発生した。食料不足が深刻化した結果、オーストリア・ハンガリーがドイツへ食料を運搬するために ドナウ川を航行していた船舶を強奪する事態が生じた。ドイツ政府は封鎖の影響をなくすための様々な試みを強行した。ドイツ経済の動員というヒンデンブルク綱領は1916年8月31日に開始された。そしてその綱領は17歳から60歳までの 男性全員を割り当て雇用させることによって生産性を向上させることを意図しており、1915年1月に当初に導入された複雑な配給制度は、大都市における貧困層に廉価な大衆用食事を提供する戦時代どころとともに最低栄養必要量が満たされることを目的としていた。 これらすべての構想は限られたばかりの成功を収めるに止まり、1日あたり1000キロカロリーという平均食事量は良好な健康基準を維持するには不十分であり、解決病、結核、赤痢といった栄養不良に起因する疾病が1917年までに蔓延する結果を生じさせた。ドイツの公式統計は、ドイツ封鎖を起因とする栄養不良及び疾病による、 民間人の死亡者数を76万3000人と推計した。この数値は後の学術研究から異議を唱えられており、その研究によると全体の死者は42万4000人と見積もられている。1918年12月におけるドイツ政府の報告書は76万2796人の民間人が死亡した原因は封鎖によるものであると判断しており、 同所はこの数値には1918年のスペイン風邪流行による死者数は含まれていないと主張している。また、1918年の最後の6ヶ月間におけるスペイン風邪による死者数が推計されている。モーリス・パルメラは、戦前の死亡率を上回るすべての超過死亡者の原因は封鎖であると見なすことは決して正確とは言えないと主張しており、 または彼はドイツが公表した数値は、幾分か誇張されたものであると考えていた。ドイツの主張は、休戦条約の締結後の1918年11月から1919 19年6月まで継続された連合国によるドイツ封鎖を中止させるために、ドイツがプロパガンダキャンペーンを遂行していた時期になされたものであった。1928年、 カーネギー国際平和財団の支援のもとに行われたドイツの学術研究によって戦争期におけるドイツの民間人死亡者の徹底的な分析の機会がもたらされた。この研究ではアルザスロレーヌを除くドイツ国内における1歳以上の民間人の戦争関連死亡者を42万4000人と推計しており研究著者らは 戦前の水準を上回るこれらの民間人死亡者の原因は第一に1917年から1918年にかけての食料と燃料不足を原因とみている。また、この研究ではさらに1918年におけるスペイン風邪による死者を20万9000人と推計している。カーネギー国際平和財団の支援によって1940年に 実施されたある研究では、ドイツにおける民間人死亡者は60万人以上であると推計されている。上記で述べられた1928年に実施されたドイツによる研究によると、徹底的な調査によって以下の結論に達した。すなわち、戦争に原因を求めることができる民間人の死者数は42万4千人であり、インフルエンザ流行に起因する。 約20万人の死者をこれに付加しなければならない。と述べられている。封鎖は1918年11月の休戦協定の締結後も翌年の1919 19年に入っても維持され、その期間は8ヶ月にわたった。ケンブリッジ近代史の記述によると、ドイツの食料輸入は休戦協定の締結以後、1 9 1九年六月のベルサイユ条約に、 ドイツが調印するまでの間、すべての封鎖は1919 19年1月17日、連合国がその監督のもとに食料輸入を許可した時に解除された。しかしながら、食料の配分は1919 19年3月8日、ドイツ政府が連合国によって課された制約を容認していた時まで、支配意味であった。最終的に、封鎖はドイツが、 ベルサイユ条約に調印した後の1919 19年7月12日に解かれた。ドイツ人民にとって封鎖に続く何週間、何ヶ月もの期間において、ドイツ国内の悲惨な状態はさらに悪化したために、これらの出来事は最も衝撃的な月日であったとされている。76万3000人の合社という公式数値は、1919年の ドイツ封鎖の期間における民間人死亡者には含められていない。最近のある学術研究によると、1918年11月の休戦協定直後の時期における死亡者に関する統計データは存在していないと主張されている。ドイツ人医師であるマックス・ルブナーは1919 19年4月に出した論説において、 休戦協定後のドイツ封鎖の継続によって10万人のドイツ市民が亡くなったと主張した。イギリスでは労働党所属の議員であり、反戦活動家でもあるロバート・スマイリーが1919 19年6月にある声明を発表した。その声明では、封鎖の継続によって10万人のドイツ市民が亡くなったことを非難した。ありがとうございます。